大家好、こんにちは、ちゃんです。久しぶりの動画になるんですが、カルディでまた台湾の食べ物が売っていたのでご紹介したいと思います。これがこちらのルーローファンになります。ルーローファンの缶詰ですね。こちらご存知の方いらっしゃいますか？あのアオバーっていうメーカーの缶詰なんですけれども、あの台湾のお土産としてすごく有名だったものなんですが、台湾から日本にお肉の持ち込みが禁止になってしまって、みんなね、ずーっと持ち帰れなくなってしまったものなんですけども、そちらがね、カルディで売っているんですよ。ね、本当にびっくりしました。しかも、こんなね、カタカナでルーローファンって書いてあるんですけれども、原材料表示もね、これ日本語になっていて、パッケージがね、日本仕様なんです。日本で作ったものかなと思ったんですが、原産国台湾って書いてあるので、日本向けにね、作られたパッケージなんだと思います。お土産の定番のものだったんですけれども、もしかしたらご存知ない方もいらっしゃるかなと思ったので、こちらを開封してご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いお願いいたします。では、開封してみます。こちらの缶詰を開封して、でこちらのボウルに移していきたいと思います。では、開けてみます。これは、缶切りがいらないタイプの缶詰ですね。はい、開けてみましょう。ちょっと怖いけど。パカ？あ、結構水分があるので、置いてやった方がいいかな。置いてから開けた方がいい。あ、もうルーローファンの匂いがする。しました。えい。よいしょ。はい、中身はね、こんな感じです。おつゆがタプタプですね。ね、結構ね、もうちょっと固形な感じかと思ったんですけど、今夏場だからあれかな、油とかが溶けてこんな感じになってるのかな。では、移してみたいと思います。移していきます。わあ。あ、お肉入ってますね。割と。あ、お肉いっぱい入ってる。はい、まあ大体ね。大体でやってますから。はい。はい、こんな感じ。お肉いっぱい入ってますよ。今ね、原材料を見たらね、お肉の他にも椎茸が入ってるみたいです。これ椎茸かな？ね。これね、まだね、常温なので、ちょっと温めてみたいと思います。はい。はい、ルーローファンを温めて、ご飯を用意してみました。こちらはね、500ワットでね、1分ぐらい温めたかな。それでだいたい温まったと思います。油が多いからね、あんまり長い時間やらない方がいいかもしれないです。はい、こちらをご飯にかけてみまーす。はい。ちょっと汁少なめにしよう。これ何杯分ぐらいあるかな？これ何杯分ぐらいあるんだろう？うん。汁多めにすると、もう3人分ぐらいかな？わかんないですけどね。ね、好みとかご飯の量にもよるかもしれないんですが、一杯以上はあると思います、ご飯ね。一人一個っていうことはないかなと思います。はい。こんな感じで、移してみました。あら、美味しそう。すごい台湾の匂いします。美味しそうです。はい。さらに私は、台湾らしさを出すために、こんなことをしてしまいます。はい。たくあん乗せました。台湾でお店でルーローファン食べると、こんな感じでね、たくあんが乗ってくるんです。なので、ちょっとらしさ出してみました。はい。はい。では、いただいてみまーす。やったー。はい。ご飯とね、混ぜ混ぜして、いただきたいと思いまーす。ちょっと具多めでいってみようか。ね、
ただきたいと思います。うん、おいしい。お肉が結構ね、肉肉しい感じ。おいしい。もう一回いただきます。八角の香りはそんなにきつくないです。遠くの方に八角はいるかな。すごく苦手な人だったら気づくかなーっていう感じです。美味しいです。でもね、ちょっとね、しょっぱめなので、そのスープをあんまりジャバジャバかけない方がいいかもしれないです。ちょっとずつお召し上がりください。今まで食べたルーローファンの中でもやっぱり本場のものだけあってね、あのお肉の美味しさとか味付けとかが、あの台湾のことを思い出させてくれる感じになっています。で、味付けはちょっと濃いめなので、ご飯の量は調節してください。ほんとね、しょっぱさで言うと、あのセブンイレブンが一番しょっぱいんですけど、次ぐらいにしょっぱかったかな。で、八角は一番香ったのは、ファミリーマートのものが一番価格の香りがしたんですけれども、その次がセブンイレブンで、でこれはね、あの無印のルーローファンと同じぐらいっていう感じかな。はい、感覚的にね、一緒に食べてるんじゃないので記憶がちょっと薄れてる部分もあるかもしれないんですけど、でもそんな感じですね。台湾から輸入されたとてもとっても美味しいルーローファンなので、よろしければ一度お試しください。美味しかったです。ルーローファンのレビューは以上になります。また日本で買える台湾の食べ物などありましたらご紹介いたします。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょうね。シェシェ、バイバイ。